こんにちは、速稼塾の久保です。今回のテーマは人生はごまかせないというね、こういうお話をしていこうかと思います。私は10代の頃あまり勉強が好きではなかったんですよね。まあこういうことは多くの方が俺も同じだよ、私も同じだよって言うかもしれません。私がね、なんで勉強が嫌いだったかというと、実はね、もっと面白いことをやっていたからなんですよ。まあそれはちょっと言いにくいんですけども、腕力とか暴力の世界なんですよね。まあいわゆる私もちょっと体がでかかったんで、ちょっと突っ張っていたんですよね。で、体がでかいし、もう睨みも効くんで、まあ、結構ね、ちょっとバイオレンスなことばかりやってたんですよ。で、その際はね、迷惑をかけた方が結構いたかと思いますけども、まあ補導もされましたしね、それで血みどろの乱闘もありました。本当にね、ろくでなしブルースの世界で生きてるような感じなんですけども、私はね、勉強ができなくても、勉強が嫌いでも、こういった自分の体を使うことで、世の中を渡っていけるっていう本当に信じていたんですよ。めんどくさいことがあったらこの拳でぶん殴って解決する、自分の運命に壁が立ちふさがっていたらこのね、オラオララッシュでぶち破っていく、そんな甘い考えだったんですよ。しかしですね、私の考えっていうのは、今はね、全く違ってます。今暴力や腕力は自分の自慢にはなんないんですよ。むしろ自分の足かせになって、ちょっとすればね、傷害罪とか恐喝罪とか、とてもじゃないけど人の信頼を築けるようなものではないと思うんですよ。ですので今は暴力や腕力よりも知恵とかね、それからお金の力っていうのが大事なんじゃないかなと思ってます。そして私が10代を振り返って後悔するものといえば、勉強なんてできなくてもなんとかなるっていうふうに思っちゃったことなんですよ。全然違いますね。勉強ができなければなんともならないってことなんですよ。頭が良くなければ、しかもぶっちぎりで頭が良くなければですね、簡単に人に騙されてしまったりとか、世の中の常識を踏み違えて勘違いして大きな失点を得てしまうんですよ。そして信頼関係も築けませんし、なんで礼儀作法、文化、伝統が大事なのかってことも全く理解できないんですよね。そして常識ってものを無視して非常識になりかねないです。もちろん常識の枠を超えて常識を破っていくことは大事なんですよ。でも何が常識かわからない人にどうやって常識の壁を破るんでしょうか。それは常識を守っている人に配慮しながら新しい常識を使っていくっていうところが賢さだと思うんですよ。ここまで知恵を持った人っていうのはなかなかいないと思いますんで、非常にですね、異端扱いされるんですけども、今思えばですよ、堀江貴文さんのライブドアが何をしようとしていたのかってことを私はね、手に取るように分かるんですよね。いや、当時も分かったつもりではいたんですけども、今時間が経ってですね、球団をインターネットの会社が買収していたりとかね、それからテレビ局、今回ですね、富士メディアホールディングスが特定の株式を 20% 以上保有させていたというね、外資規制法違反に触れていたりとか、これがどういう意味を持っているのか、なんで三木谷さんでも孫さんでもテレビ局の買収ができなかったのか、この辺がね、本当にね、ゾッとするほど分かるんですよね。このメディアのことにつきましてはまた別の動画でお話しますけども、日本のメディアは NHK をはじめ全放送局がもうすでにですね、日本の放送局ではないんですよ。海外に洗脳されたメディアになってるんですよ。これは本当なんですよ。都市伝説に聞こえますけども、本当に恐ろしいことで、テレビを見ていると全く日本を愛せなくなるってことがよくわかると思うんですよ。で、私たちの将来が恐ろしいものだってことに気づきにくいんですよ。テレビを見ていればですよ。しかし、インターネットを通じて本当に自分が欲しい情報をリサーチする賢さがあれば、今の現実が見えてくるんですよ。これはね、陰謀論言ってるわけじゃないんですよ。ここで陰謀論のちょっと話をしますけども、陰謀論を信じる人ってのは基本的にダメなんですよ。ダメ。要するに、この世の中ってのは複雑なんですよ。単純に理解できないぐらいものすごく複雑で、この複雑なバランスってのは一瞬一瞬変わっていくんですよね。でも陰謀論に浸水する人ってのは、陰謀論で全てが見えると思って、もう単純な答えになってしまってるんですよ。いや、そんな単純なもんではないですからね。陰謀論一つで世の中の全てが紐解けるわけでもないですし、例えばですね、ロックフェラーとか言いますけども、ロックフェラーの力の及ばないところだってかなりあるんですよ、ね、それこそ秘密結社ってのは秘密だから秘密結社なんですよ。なんでね、雑誌に名前が載ったり、その活動の内容がテレビで報道されたり、インターネットのブログに自由に書かれているんですかってことですよ。そんなところに秘密結社はありません。秘密結社の名前すら出てきません。当然私も知りません。あなたも知りません。ですので秘密結社なんですよ、こういうことをね、ちゃんと理解できるかどうかってところも非常に大事なことです。今ワクチンが入ってきて、ワクチンがね、
効くんだとか毒だとか言ってますけども、その人たちはワクチンを触ったんですかね、分析したんですかね、開発してるんですかね。全くしてないですよね。だから二次的三次的情報でそのように報道していることを真に受けてる人か、もしくは報道を全部 100% NG だと思ってる人が作り上げた虚構なんですよ。回答としては何もわからないってことがずっと続いてるってことなんですよ。ですんで大事なのは、何もわからないってことが分かっているか、それとも何かが分かったと勘違いしている人なのか、これが賢いか賢くないかの差なんですよ。さあ、逆説的に言いますけども、何も分かってないってことが分かっている人は賢い人だと私は考えてますね。分かったと断言できる人ってのは実はあまり賢くない、答えを単純に求めすぎて足元をすくわれる人なんですよ。多くの人はこれで自分は確信した、納得したっていうふうに思いたいんで、そういうふうな回答をポンって置いておけばそこに群がっていくんですよね。まるで角砂糖に群がるアリのようです。でも角砂糖に群がったアリを一網打尽に退治しようと思ったら、角砂糖の周りに罠を仕掛けておけばいいですよね。しかしですね、角砂糖に群れないそういった人たちってのはどうやっても殲滅できないんですよ。だから知恵ってのはずっと残っていくんですよね。さあ、いろいろと話しましたけども、ちょっとお金の話しましょうか。私は10代の頃に勉強なんてできなくても大丈夫と思っていたんですけど、それは大きな勘違いだってことに今気づいてます。賢くないとどうにもなりません。賢くないとお金がなんで必要なのかってことにたどり着かないんですよ。そしてですね、お金なんてなくても大丈夫というふうな回答にたどり着いちゃうんですよ。大丈夫ですかね、お金がなくても大丈夫。こう考えてみていただきたいんですよ。家賃2万5千円のアパートに住んでる人でも1日に800円ほど払ってるってことになりませんか、ね、そして電気代が月に3000円の人、かなり安いですけども3000円の人でも1日に100円の電気代払ってるってことになりませんか。携帯を1ヶ月3000円で契約してる人、1日に100円払ってることになりますよね。じゃあこれだけでどうでしょうか。毎日1000円知らない間に消費してるんですよ。お金って必要ですよね。で、食費どんなに切り詰めても1日に1000円ぐらいかかるんじゃないですか。1000円の中には調味料の代金も入ってますし、そういった食品のゴミを捨てるそういった袋代も入ってますよね。食品を買いに行くコストもあります。遠くに自転車で買いに行ってもその時間っていうのを失われますよね。手間っていうのは永遠に戻ってきません。それをお金に換算するとかなり大きな額になりますけども、ここではまあ0円としておきましょう。それでもですね、1日にどうやっても1000円は超えるんですよ。見えてない食品のコストってありますよね。キャベツ1個は198円かもしれませんけども、キャベツを買う労力、そしてキャベツの残った部分を捨てる労力、全部これお金に換算できるんですよ。そう考えたら生きるだけでも莫大なお金がかかることに気づくんじゃないですか。まだありますよ。国が税金から捻出してくださってるあなたの社会保障費、もしくは福利厚生費。例えばあなたがね、なんか急病になりました。救急車呼べますよね。あなたの家に泥棒が入りました。警察動いてくれますよね。警察はどうですかね。お金くださいって言いますかね。言いませんよね。でも警察や安全、自衛隊がいるっていう安心感ってのは、私たちがいつもお金を払ってるんですよ。そうなんですよね。自衛隊の方とか警察の方とか医療関係者の方、その他多くの無料で働いてくれてると思っている方も、結局は間接的に私たちが負担してるんですよ。だからこういうことが見えてくるとね、あ、お金がないとどうにもならないなってことに気づくと思うんですよ。仮に自分が払ってなくても、払えない人のために誰かが払ってるっていうふうな思いにも考えが及ぶんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、絶対にお金が必要だってことなんですよ。で、その絶対にお金が必要だってのも、月間で1000万、2000万必要だって言ってる話じゃないんですよ。まあ、月にね、自分の手元にいろいろ使ったけども5万10万残る程度のお金が必要だって言ってるんですよ。自分が衣食住を賄って、そこそこの周りの人への配慮もして付き合いもして、で毎月5万か10万ぐらい、あ、残っちゃったかなぐらいの程度でいいんですよ。これ難しいことですかね。贅沢ですかね。途方もない大金持ちじゃないとできないことですかね。そんなことはないと思いますよ。少なくとも私が10代の頃、これから社会人になるなと思った時に、理想の給料と言われているのが、自分の年齢と同じだけの
給料がもらえればいいよね、手取りがあればいいよねってことです。例えば25歳なら25万円、30歳なら30万円、55歳なら毎月55万円の給料が入っていればまあいいんじゃないのっていうふうな目安を教えてもらったことがあります。これがまあ理想値だったんですけど、今はだいぶ実力性が出てきて、まあ働けない人はそれなりに低くね、年齢重ねてもあんまり高くないし、若くても多くの報酬がもらえるっていうふうな夢のある世界になってきました。ただこの夢のある世界っていうのは非常に悲惨なことでもあるんですよね。というのが、私のように10代の頃頭を鍛えずに体を鍛えた人には結構冷たいです、世の中は。じゃあ頭を鍛えずに体を鍛えた人がどのように報酬を得ていくかっていうと、体は鍛えなかったけども頭を鍛えた人のボディーガードとかね、その人の何かのね、体力役っていうのに使われます。例えば力仕事がいるときにお金で雇われたりする、そんなこともあるかもしれませんよね。引っ越しですとかね、運転手に使われるかもしれません。ですので人を使う立場じゃなくて使われる立場としてやっていくんだったら体力を鍛えていくっていうのもあると思います。ただこの体を鍛えるにも限界があるんですよ。まあ、40とか50過ぎるとなかなかね、若い頃鍛えた体も使えなくなってきます。とてもじゃないけども20代の頃に作った体、50代で20代の人と同じようには使えませんよね。となると衰えていくんですよ。でも頭脳はどうですかね。10代に鍛えた頭が50代で使えなくなるってことはありません。10代で鍛えた頭は20代、30代、40代と積み重なってもっともっと賢さの上に賢さを増していくんですよ。なぜなら賢い勉強方法はどんどん進化していくし、情報処理能力、特に文字を読む能力がものすごく速くなるんですよ。最近クラブハウスっていう音声コミュニティとか YouTube っていう動画のコミュニティが発達してますけども、これはですね、本を読めない人に当てての SNS なんですよ。私は本を読むのが早いです。活字がギュッと押し詰まっていてもパッと読めるんですよ。まあ、ですので情報の処理能力は早いです。メールを読むのも早いですし書くのも早いんですよ。ですので1日に今でも1000通前後のメールをやり取りしてます。でも多くの方は文字を読む速度が遅いんですよ。例えばブログでも1行書いて1行開ける、1行書いて1行開けるっていうものでないと目測が追いつかないんですよね。で、文字がぎっしりと詰まったスクロール無用の一つの画面に収まった文字ってものすごく読みにくいって感じる方がいると思うんですよ。私はそっちの方が読みやすいんですよ。逆にスクロールしない方がいいんですよね。そのスクロールする時間が無駄なんですよ。だから私は文字の情報処理が一番多いです。でも文字の情報処理が苦手な人っていうのは動画とか音声に頼るんですよ。動画とか音声ってのは、まあ、せいぜい倍速とか3倍速にするぐらいで、私が文字を読んで解釈する、咀嚼する能力には動画や音声追いつかないんですよ。まあ、ですので私は動画を作る中で、例えばですね、自分の得た知識をかなり要約してお話しすることができるんですよね。で、要約するってことはその原文がありますよね。原文は膨大な量なんですよ。その膨大な量を例えば1時間で取得した情報を5分ぐらいにまとめてお話してるってことが多いんですよ。まあ、ですんでまとまってて分かりやすいというふうにお話をされます。そういうふうな感想もいただきますけども、実はね、受け取った情報を展開する能力があるのかなってことなんですよ。展開する能力です。例えば100文字で書かれた文章を私が提供しますよね。その100文字で書かれた提供の背景に何があるのかってことを展開して、逆に1時間ぐらいに増やすことができるかどうかってことなんですよ。まあ、そうなると数々のシチュエーションっていう前提が必要になってきますよね。ちょっと難しくなりますので、この辺に割愛させていただきますけども、結局は知恵は必要だったということです。体力は衰えていくんで、若い頃は体力が必要だったんですけども、これはもうね、年齢とともに衰えていきます。しかも急速にです。まあ、ですので、ここはどっかで損切りをして、ある一定の年齢を過ぎたらですね、体力のある若い人に仕事を、まあ、任せるっていう意味で、自分の体力の代替をさせてもらうしかないんですよ。じゃあ今度はお金です。お金が何で必要かっていうと、自分のできないこと、これ増えてきます。自分ができないことが増えてくるのを、お金を使って誰かに代わってもらうってことなんですよ。まあ、そうすると、私がお金を使うわけですから、お金を受け取る人が出てきますよね。じゃあそこで雇用ってのが確保されるんですよ。まあ、ですので、ある一定の年齢を過ぎたら私は、まあ、人には雇用する義務をね、持ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。例えば、30過ぎたら最低1人は雇用することとかね。40過ぎたら最低5人は雇用することとか、50過ぎたら最低10人は雇用すること、まあ、こんなね、乱暴なスキームはないと思いますけども、
ただやっぱり間接的に私たちは人を雇っているってことも言えるんですよ。警察とかの例をね、さっきお話しましたけども、私たちは間接的に警察官を雇っているって思いませんかね。だって110番かけたらサービスを提供してくるじゃないですか。場合によっては自宅まで駆けつけてくれますよね。これってのは無料ですよね。その時お金いりませんよね。でも普段税金としてお支払いしてるっていう形は取れると思うんですよ。ここでも MMT って話はちょっとね、割愛させてお話しますけども、私たちが払ってる税金ってのは間接的に警察官のこの安全保障の原資になってるわけなんですよ。だから自衛隊が動いても警察官が動いても、その都度その都度私たちは課金されることがありません。でも何も用事がない時でも課金されてますよね。というのは安心という提供を受けてるからなんですよ。防衛という提供を受けてるからなんですよ。私たちの知らないところで何も起きてない時、有事でない時に、そういった警察や軍隊の方っていうのは、軍隊とかね、自衛隊の方は来たるべき有事のために体を鍛えたり準備をしてくれたりとか、装備の点検をしたりとか、学習をしてくれてるんですよね。まあ、そういうことに対する金銭の提供、ギブアンドテイクっていうところだと思います。さあ、そろそろね、まとめに入りたいと思いますけども、まとめるとね、3つの能力が私たちの周りには渦巻いてるんじゃないかなと思います。1つは頭がいいこと、頭脳ですね。頭脳、能力です。2つ目は体力です。体を使う力、2つ目、これは衰えていきます。3つ目、お金ですよね。お金の力、うん、で、賢くてお金があって体力があれば最高です。でもこの3つが整うことってなかなかないんですよ。まあ、ですので最低1つはね、持っておきたいなと思います。これ何ですかね、体力ですかね、頭脳ですかね、お金ですかね。まあ、この3つを掛け合わせた合計値が愛情だっていうふうに考えたらどうでしょうか。愛情っていうのは体力があってお金があって賢いこと、この3つの合計値だと私は考えてるんですよね。まあ、ですのでお金がたくさんあるってことは愛情表現がすごく豊かになります。体力があるってことはこれも愛情表現がたくさんできます。お姫様抱っこできますかそんな単純な話じゃないですけどね。危機を救う能力っていうのもありますよね。そして頭がいいこと、これも愛情の大事な要素なんじゃないかなと思うんですよね。愛情の要素ですよね。だから配慮とか謙遜とか謙譲心とか、そういったものって愛情から来る知識だと思うんですよ。品行方正ですとかね、それから所作ですとかね、礼儀作法とか伝統とか、こういったもの、まあ常識ってお話を今日しましたけども、常識を理解する、常識に縛られた人に愛情を示すっていうことも、これ一つのね、大事な要素だと思うんですよ。常識に縛られているかといってからといってバカにする必要は全くないんですよね。その常識を大切にする人がいるからこそ非常識に向かう壁が見えてくるわけですから。だからみんなが非常識だと世の中成り立たないわけですよ。まあ、ですので基本的には多くの人が常識という共通概念の中で暮らしている。だからこそ非常識な人が存在する。要するに非常識っていうのは一つの挑戦なんですよ。常識ではないところに飛び出していく挑戦です。もちろん常識な人からは足を引っ張られたり邪魔をされると思います。でも非常識っていうものが頻発することによって常識の範囲が徐々に広がっていったってことも事実なんですよ。今常識というふうにされていることも10年前は非常識だったかもしれませんよね。100年前も非常識だったかもしれません。例えばね、こんな話があるんですよ。朝の食卓でお父さんが新聞を広げてます。そして朝食を家族で食べてるんですよね。お母さんが言います。お父さん、朝食の時は新聞読むのはやめてよね。ありましたよね。今どうですかね。朝食の時に皆さんの食卓はどうでしょうか。新聞広げる人いますかね。もしかしたら新聞がスマホに変わってるかもしれません。まあこういうふうに日常の中でも常識の変化ってあるわけなんですよ。さあ、今日もいろいろお話しましたけども、つらつらと話す中で、あ、これはそうかもしれないなとか、ここはそうかもしれないなって気づくことがあれば幸いです。まあ今日はね、総じて言えばやばいですよってことなんですよ。気づいてますかってことなんですよ。お金が必要、体力が必要、そして頭脳が必要。この3つのカードのうち何も持っていなければ、きっとそれは不自由ってことになるんじゃないかなと思います。皆さんのお考えいかがでしょうか。それでは本日は以上です。